この世界のサラパトゥール、個性強すぎて疲れるよな。でもこれでサキが歌を歌えれば何か状況が好転するかもな。ただいま、サキ。あなた、おかえりなさい。ご飯にする？お風呂にする？それとも…あら、幸せそうね、さっけん。あなたは、サラピョン。これ。これは…これだろ、サッキュンスモッグってのは。ブティックの店員がさ、お前の服だって気づいて、すっげえ値段が上がっていたんだ。取り返すの大変だったんだぜ。どうしてそんなことしたんですか？サキが一生懸命お金を切り詰めて毎日の生活に回しているのに。いや、大丈夫だって。これはサラパトゥール、サラピョンの支援もあってのことなんだ。サラピョン様？ちょっとあなた、どうしてこんな大切なものを売ってしまったの？一体何を考えてるのかしら。ごめんなさい。確かに、この倒壊寸前の家を見れば納得せざるを得ないけど、せめて売り飛ばす前にサラピョンに相談してほしかったわ。そのスモッグがなければ、あなたは使命を果たすことだって、サラピョンとの勝負だってできなくなるのよ。まあとにかく買い戻せたんだから、よしとしようじゃねえか。さあ、早く繁華街の広場で歌おうぜ。サキ？無理です。ん？無理なんです。サキは歌えません。はあ？一体どうしたって言うんだよ。ちょっと、さっきの？何言ってるの？あなた、自分が歌天使だって自覚あるの？は？天使？あなたは歌でみんなを幸せにする歌天使ミラクルサッキュンでしょ？もっと自分の使命に責任持ちなさいよ。歌天使ミラクルサッキュン？ごめんなさい。サキ！バカな子。あの子は歌うためにここにいるというのに。俺全然ついていけてないんだけど。青と、あなたは何も聞いていなかったのね。さっきゅんは歌で世界を救うためにここに降臨してきた歌天使なの。このすさんでしまった世界をミラクルサッキュンボイス、通称 MS ボイスで癒し正常化するのが彼女の使命。でもそのためにはサッキュンスモッグが必要不可欠なのよ。あのスモッグこそが彼女の MS ボイスを増幅させるのだから。そして私も本当はサッキュンと同じ歌天使ルンルンサラピョンなの。サラピョンたちは自分から志願して、この世界を幸せでいっぱいにしたいという思いとともにこの地上に降り立ったのよ。それが一体どうしたというの、サッキュン。もういいです。それで、そのミラクルサッキュンはどうして歌えなくなったんだよ。そんなのサラピョンが知りたいわよ。劇場は閉鎖されちゃうし、サッキュンはあんな風になっちゃうし、もうおしまいよ。とにかくサキを探しに行こうぜ。やっぱり今回も来たか、超展開。これがサキクオリティなのか？トさん見つかっちゃいました。急に逃げ出したりしてどうしたんだよ。びっくりしたぜ。ごめんなさい。なあさき、言えないことならいいんだけど、歌えないってのはどういうことなんだ。もしかしてさっきのスモッグを売っちまったのは。歌いたくなかったからです。やっぱりそうだったのか。でも昔は毎日歌っていたんだろ。それならどうして。さき怖いんです。さきはこの世界を歌の力で癒すためにやってきた歌天使ミラクルサッキュンなんです。でもさっきの歌は本当にミラクルを起こせるのでしょうか。あ、もしさっきが歌ってもミラクルが起きなければ、さっきは。そんなことねえよ。すでにミラクルは起きてるだろ。みんなさっきの歌を聴きたがってる。大人気じゃんか。でもさっきは歌のミラクルで争いのない平和な世界を作るんです。ただ大人気なだけじゃダメなんです。それがミラクルサッキュンの使命なんです。さっき。でもさっきが歌い続けてもそんな日は全然来ません。みんな怒ったり争ったりしてばかりで。だからもう歌うのが怖いんです。さっきの歌が世界を平和にできないなら、別に平和になってもならなくてもどっちでもいいじゃねえか。なあ俺、さきの歌が聴きたい。さきの歌が世界を平和にできるかどうかはわからないけどさ、そんなの関係ねえよ。だって街中にはさきの歌が聴きたいってやつがたくさん溢れていたんだぜ。さきの歌が聴けないってわめいてたけど、さきが歌えばみんな喜んでわめかなくなるんじゃないか。そんなことがあったんですか。だからさ、さきが歌って世界が変わるかどうかはわからねえけど、少なくともあの街は平和になるってことだ。そうでしょうか。もちろんだ。それに俺も協力する。町の人たちに俺からも平和を呼びかけてやるよ。だから頼む、歌ってくれ。俺、さきの歌を聴きたい。青戸さん、わかりました。さき歌います。本当か。はい、あまり難しく考えないで歌ってみます。青戸さんが聴きたいって言ってくれてる。町の人たちが聴きたいって言ってくれてる。みんなのために歌うことが平和につながるんですね。ああ、そうさ。やっと戻ってこれたですよ。うわっ、なんだお前は。私はシアタリア、劇場の鍵を司るヒューマなのよ。お前か。お前が劇場の鍵なのか。数年間もいなかったみたいだけど、一体どこへ行ってたんだよ。キャー、そんなにいなかったの。大変、館長に怒られちゃうわ。ちょっと買い物に行ったはずが、いつの間にかタイムリープしていて、やっと今なんとか戻ってこれたのよ。それじゃあ私、劇場に戻りますから、さようなら。騒がしいやつだな。でもこれで劇場も開きますね。ああ、そうだな。青戸さん、ありがとうございました。